間でしたけど、まあ、マスと同じようにテレビで出る方が多くて、まあ、いつもそんな自分が本当は情けなくて、まあ、でも本当に4年間いい仲間に恵まれて、皆さんによくしてもらって感謝の言葉しかありません。まあ、中学の時からフロンターレにいて、今日で終わりになるのは、本当に悲しいです。頑張れ、まあ、僕もまだ22歳なんで、これからだと思ってます。うまく言えないんですけど、本当に、ありがとうございました。